渋谷センター街入り口渋谷センター街入り口地図渋谷センター街とは東京都渋谷区宇田川町にある商店街スクランブル交差点を挟んで渋谷駅の目の前にある特に渋谷駅八甲口から井の頭通りと文化村通りの間を西に進むメインストリートを指すこともあるがこれらの通りにはメイン通りセンター小道という名称がある飲食店 ファストフード店をはじめ、大型レコード店、ゲームセンターなど多彩な業種の店が営業しており、中学生、高校生といった若年層の通行が特に多い。通りの俗称としての、センター街は商店街の名称に由来するものであるが、商店街の名称、渋谷センター街の由来についての公式の説明はなく、一般には渋谷の中央の意であると解される。 センター街はかつての宇田川を暗挙にしたところに作られた道である。1955年頃に区画整理事業が開始される以前、現在センター街がある一帯には住宅や商店が密集しており、渋谷駅前に直接つながる街路はなかった。渋谷センター街商店街には渋谷スクランブル交差手前の区フラントから東急百貨店本店付近まで、 約350メートルの通りとしての、いわゆるセンター街のみならず、南隣の文化村通り、東側及び北隣の井の頭通り、宇田川通り、及びその北側、スペイン坂、渋谷ロフト、西部百貨店に位置する商店が含まれる。1997年6月20日、台風7号が関東地方に上陸し、強風でセンター街入り口に設置されていた。 旧アーケード看板が倒壊、数人が下敷きとなって男性一人が死亡する事故が起こった。バスケットボールストリート2011年9月26日、センター街のメインストリートをバスケットボールストリートに改名する。改名の理由として一時期不良のような若者が集まる場所として有名になり怪しい者が出没した。警察の取締り強化。 パトロール隊の治安維持、美化運動によって街の安全性は向上したが、依然として怖い危ない街としてのイメージが残っていることから、若者の持つ情熱、エネルギーをクリーンなイメージを持つスポーツと結びつけ、渋谷の若者、ファッション、音楽、文化、国際性という持ち味をすべて表現できるのはバスケットボールだと判断したことから。また、 国立代々木競技場第2体育館は日本におけるバスケの聖地でセンター街はそこに通じる道であることも理由だという。ただしバスケットボールストリートという名称はほとんど普及せずこのような名称が付けられていることを知らない人も多い。2013年8月18日メインストリート最後のゲームセンターであった渋谷会館が閉店しメインストリートには いわゆるアーケードゲームが設置されたゲームセンターは一つもない状態となった。渋谷センター外全域は2019年6月20日から施行された渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例の渋谷駅周辺地域と区規則で定める区域に定められており、ハロウィン当日とその直前の週末、年末年始は 路上等の公共の場での飲酒が禁止される。AB 通りの名前渋谷区ウェブサイト、平成23年4月17日閲覧、AB 渋谷センター商店街振興組合の加盟店分布範囲に基づく定義。この一帯には渋谷センター街と記されたポールが建てられている。渋谷の記憶通写真で見る今と昔、渋谷区教育委員会発行平成21年3月10日発行。 原宿、表参道。JP、渋谷センター街が、バスケットボールストリートに改名。その理由とはから2011年9月9日。同月13日閲覧。老舗ゲームセンター。渋谷会館モナコ18日閉店ファン必通我が青春のゲーセンが行ってしまう。J キャスト、2013年12月23日。閲覧。 センターが唯一のゲーセンだったアドアーズ渋谷店。ありがとうございます。